が小さかったときは何も遊び物がなかったろうが、ほんじゃからそれは早起きて拾おっちゃ、遊び時間にはこうしてもんじや口をちぎってふくらしちゃ遊ぶもんだったと。ああとにかくこうっとって歯が生い茂っちゃ、もしこうな根っこはこうほんまに太な形やパンばっかったってや、それがだんだんこう太なって、枯れる時にはこわっと枯るっときゃ、平成19年17年じゃな17年に枯れたってやから、そういう意味ではこうあったってや、うん、それがやっぱり、明治時代にこの小学校が明治12年に建ったって創立やから、ほらな、その時誰かが植えたってやろうから、それがそう論が小学校の時はふとなっちゃったわけ、うん、ほいじゃからまあ何十年100年もその上も生きたというな、うん、やっぱり老化現象で枯れたとやろうわ、うん、その根っこがほらもうこう張っちゃったから、その根っこがこう張っちゃって運動会の時はその根っこに座いもんだったとどま、うん、それでまあこの太が木がまああったもんじゃこらな、こういう葉がこう生い茂れば大地よかな、また、うん、でももう朝ごて家がそこやもんじゃから、はいはい、早起こいば、はい、ゴムナの木工は、はい、どが近くに遊ぶもんなかったらば、だからそれをば朝ごて早起きちゃ、あいかこう開いちゃ、あいっと拾うちゃ、それで、なりくちにこれ、ひちぎっちゃ、もうじゃじゃ、きっちゃ、ぱっちゃ、あの、三角にこう、膨るむんじゃったと。その当時は、その、ゴム風船とかさんじゃなかったから、さんとして、あそらにな、うん、それから、あの、ゴムの葉っぱなんロバートっちゃ、あの、こうして、きっちゃ、飛行機ごとして、投げちゃみたり、いろんなことを、まあ、したことしたというのは、小学校の頃は。それから、もう、あ、こけんじゃ、それは、6年生までおったばっちゃ、もう3ことしかなかったからな、そら。もう。やっちゃもう、ごむんきよ。登りんじゃないんじゃっと。2メーターぐらいのとこやったよな。またがこうあっちよ。そけまたが、木登りの上手なとそけ上がっちゃ、座っちゃえもんじゃった。これからの時をしよ。古市。あんた上手やったかな、木登りが。そしゃもう、いたちは、ひらにこぞや。もう、はようにきたいな、あっきゅう座っちってな。そしゃ、くらーっちゃおれば、ローマンそれ。1年生、2年生からしたら、一気に腰道で逃げもんじゃったから、それからもう、今後文化をもう、わざいだったわよ。それから、大阪にいたとこは41年じゃから、それで53年に戻ってきたのにあったから、それまだ。うん、それから、台風で、あの時もう、俺はあんた、この後文化はあんまり年数来てよ。もう、どうするやったと思うから。うん、だから2人ともいるのなら、地下的にあれば根っこをこうして切るゴム枯れきちしろかとかな、それを一気こうして固めて消しゴム代わりこうして使おうじみたいにしたで、まあ、そのことをしてこうよ、うん、やっぱりあゴム器はやっぱり来た時にはやっぱり今度は強くは元気なったやなと言って思っちゃったの。その代わりこう太はなっちゃったっちゃう、老が5、6年生の時からもうこうなっちゃったからな、うん、それで竹もタコならんじゃっとな、あんた枝がこう垂れてきちゃ、台風が来ちゃ引きちぎられる、うん、思い出ばかりな、思い出ばかりよな、もうあの一緒でいいわよ、飲むよ、子供よ、孫よ、もう五代じゃら、またお話な学校だったと子供がおっときゃ128人だったからな、たつてもう3人になってな、うん、ほらこの校舎ができた時学生で踊りなんかしたんですよ。いや私はあの他から嫁に来たもんね、はいはい、あ来たんですね、はい、その頃はもうあのゴムの木あったんですね。 ありましたよね、どっかここに、ここにあった、どっかここにあっち、こっちさんの靴下じゃなかったの。いや、初めから仙台の木、これ仙台じゃない、あんなから状態じゃない、どうしようか、こんだけほんじゃゴムの木あった、前の前や、わかんない、知らない、ちょっと待った
安藤カルタが3代目やのか。3代目みたいですね。はいはい、どういった思い出がありますか、前のゴム抜きは。もう前のゴム抜きはな、はいはい、自分たちの2抱えもあったには、はい、2人でもまだ抱き回しができるんだったら、うん、それが自分たちの高さのぐらい上にいて、それから枝をずっとこのもうゴム抜きの下じゃ、本も読んだり、うん、先生の話もゴム抜きの陰で、特に夏場はもう栄えちゃ、葉っぱが食えちゃ、広がっちゃったから、まあ、か陰もなった、陰になっちゃったって、うん、前の校長が赴任してきたとき、わしゴム抜きの下で話をしてくれて、年寄りこの下中 の話をしてくれて、このゴム抜きの下で話したこともあったろう。うん、そういったことがあったんですか。そう。うん、このな、はい、あの中里森夫っていう人がな、はいはい、わしのいとこ、いとこでもほら、年齢差あるわけ。それが学校の小遣いさん、昔は小遣いさん、はいはい、小遣いさんしたから、はいはい、今の用務員、用務員がな、あの小遣いに植えたゴム抜きで、それからおそらく大正初期やな。大正初期ですか。初期だと思う。2代目が、いや1代目が明治、親父が生まれたと言うし、生まれたと30年だから、1歳ぐらい中央来たから、それからもう45年じゃ実際違えばな、45年、明治45年じゃから、大正年間に植えたはず、用務員の人から生まれて、それから多分 大正年間じゃ、やっぱりある程度大きくないからな、うん、ゴム抜きの思い出かなんかありますか。そうですね、はい、大きいゴム抜きの下でな、はい、朝ごて登校した時には必ずゴムのあれ、花のゴムのあのあれがあって、芽が出るときに赤いのがあってな、もうちょっと風船にしよう、うちだっていうか風船がなかったからな、だからゴムの実を風船にしてな、朝早く風船もなかし、ビー玉もなし、袋も見えへんのに飲まれたんじゃったから、そんな時代だったから、ビー玉じゃ目玉すぐだったから、そんな時代だったからな、そういう汗がされたんですね。そうですよ、本当に大きい木で影が広がったから、いつもゴム抜きの下で遊んで、でもうちの方が小さい時もこんくらいの木じゃなかった、やっぱり大きく見えたんじゃなかった、自分たちが小さく大きかったからな、でも大きかった幹が、太かったよな、
しい中、ゴムの木を植えてくださり、ありがとうございます。私はゴムの木を植えているところを見たことがありませんでした。11日、月曜日の朝、見たらゴムの木が植えてあったので、びっくりしました。これから大事にしていきたいです。僕は9日土曜日、学校に来たとき、地域の方々がゴムの木を植えていたのですごいなと思いました。これからも大切にしていきたいです。波根小の大切なものなのでみんなで見守って大事にしていきたいです。児童代表5年大平陸5年琴東桃江。何全部書けるの？これ？塩本ですね。塩？何ですこの根元？はい、じゃあ次は館長さんお願いします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあこそ、はい。え？いや、何ですか？まだ君たち来てもらった。それだけで大きくならないよ。大きくなれ。これ食べるのかと思った。はい、焼酎飲んで大きくなれ。みんなで食べてるのかと思った。はい、終わりました。ありがとう、終わります。はい、どうも。はい。